会場を笑顔と感動で包み込んだ木更津コレクション2022。そのファッションショーを力強く支えたのは高校生の力でした。木更津市の子どもたちへ夢や希望を持ってもらう機会にすることも狙いの一つとなっている市制施行80周年記念事業の木更津コレクション。生演奏の華やかな音楽でショーを彩ったのは拓殖大学高陵高校吹奏楽部です。コンクールやマーチング、野球応援、地域イベントなど各所で活躍する拓殖大学高陵高校吹奏楽部もファッションショーでの演奏は初めて。日頃の練習の成果を発揮し、モデルがランウェイを歩いたおよそ40分間止めることなく生演奏でショーを盛り上げました。こうしてファッションショーの裏で演奏させていただくという機会は初めてのことで、すごい新鮮な気持ちでやらせていただけて本当にいい機会だったなと思っています。私たちも木更津市にある学校なので、いい経験になったなと思います。こういう機会いただけて本当にありがたいと思います。小中学生モデルの個性を生かした衣装のデザイン制作を行ったのは木更津東高校家政科の皆さん。ウォーキングレッスンでは衣装を担当した小中学生モデルと初対面し交流を深めました。そして本番前のリハーサルでは客席に座って声援を送り、緊張する小中学生モデルを勇気づけました。大成功に終わった本番の後、笑顔いっぱいの小中学生モデルの姿を喜ぶ木更津東高校の生徒の姿がありました。いいイベントですごく心にきました。可愛い子のデザインができてよかったです。モデルの子たちみんな一人一人今までで一番いい笑顔でランウェイを歩いてくれていたのでよかったです。最後ステージに立ってもらって自分が親のように感じてすごく涙が出そうで明るい未来になったらいいなという思いで衣装制作をしたんですけど、きっと明るい未来になると思います。木更津東高校の生徒たちが本当に頑張ってくれたんですね。で、私はあくまでプロデュースしただけなので本当にモデルさんと同じぐらい輝いてたので、私もやっぱもう自分自身になんかアドレナリンが出てですね、負けてられないなと思って木更津コレクションをきっかけに新しいブランドを立ち上げるっていうところまでもおかげさまで至ることができました。子どもたちのため の仕組みを作るというファッションブランドですので、そちらも今後一緒に成長していくことができたらとは思ってます。おしゃれっていうのはファッション、洋服を着るってだけじゃなくて、おしゃれな心意気とか心持ちとか気持ちすらもおしゃれになるっていうことにつながると思うので、これから先どんな仕事に就いたとしても将来なんかおしゃれでいてほしいなと、そんな経験を若いうちに積んだってことをなんか、誇りに思ってほしいなと思ってます。木更津市の未来を見据えたファッションショー、未来にこういうのを残したいとか、こういう木更津市でありたいっていうところの一つの投げかけであったと思うんですけども、自分で、蒔いた種は自分で収穫してほしいなと思うところもあるんですよ。将来こういうのであってほしいな、はいじゃなくて、じゃあ将来そういった立場になった時にその実をね、花を咲かせるっていうところまでまた力をつけて戻ってきて木更津市に貢献していく一つの長期プランの夢実現プロジェクトみたいな感じであったらいいかなとは思ってます。これまでとこれからを結ぶ年に開催された市制施行80周年記念事業の木更津コレクション。最後にこれからの木更津に向けて渡辺市長にお話を聞きました。今回テーマが未来ということだったんですけれども、子どもたちの存在自体が未来ということだと思いますし、その子どもたちがどうやってこの木更津で笑顔で輝き続けるかというものイコール木更津の未来ということにつながると思いますので、そんな子どもたちが育つように町づくり進めていきたいなというふうに思ってます。この度木更津市にゆかりのある高校生から45歳まで、まさに20年後の
中心となる方々になりますけれども、42人の方に参加をしていただいて、20年後の市の未来像とその実現に向けた、ビジョンができました。その方向性をこれから多くの市民に知ってもらいながら、市民のチャレンジをしっかりサポートをして、人、物、文化が循環する自立した地域づくり、オーガニックな街づくりを一層推進していきたいというふうに思っています。今回のファッションショーのように木更津らしい豊かさを皆さんの力をいただいて確立していきたいというふうに思っています。市政施行80周年を迎えた令和4年から100周年に向けた新たな木更津市の歩みが始まりました。地域で暮らすみんなの笑顔があふれた木更津市、そんな未来をみんなで作っていきましょう。それではオーガニックシティ木更津、次回から新しいテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。